おはようございます。今週も人間をやります。今日はね、もう天気が雲一つない快晴ということで、昼からね、結構暖かくなりそうなんで、もう今日はね、外に出ていきたいと思います。いや、快晴最高や。昨日ね、ポケモン赤緑が発売されて、26周年っていうことでね、ポケモン公式の方で発表があったんですけど、なんと今年ですね、ポケモンの新作が出るということで、いやもうクソ楽しみですね。ポケットモンスター、スカーレット、バイオレットということでね、僕はまだまだポケットモンスター、ソードシールドも楽しんでるとこなんですけど、いやもうほんまに楽しみができました。暑いからこっちに移そう。ちょっとね、YouTube をね、来月あたりからちょっと海外に発信できたらなと思ってて、英語でね、タイトルとかつけたりしてます。でも多分ね、タイトルとかも、今後はちょっと変えていくかもしれないですね。はい、というわけでね、今からの散歩に行こうかなと思います。今日どこまで歩こうかな。めっちゃ天気、今日めっちゃあったかいわ。なんか春を感じる気候でマジで最高な気分や。僕の気分はね、気候に依存してるんで、気候がいいだけでね、どこへおっても楽しいです。天気が良かったら梅田ぐらいまでやったら余裕であるけどな。平日はね、ルクアとかグランフロントとかね、店入っても人少ないのはいいんですけど、逆にね、それがデメリットなんですよ。人少ないからね、声かけられるんですよね。土日やったら他にお客さんおるから、声かけられないんですよ、あんまり。誕生日にもらったスタバのね、ギフト券でフラペチーノ買いました。ここね、影になってて太陽が全然当たらんから結構寒いね。歩いて帰ってます。梅田ね、歩きで往復だと多分2万歩ぐらい歩くんですよね。ちょっと疲れたな。はい、帰ってきました。で、マンションの1階にね、ご自由に持って行ってくださいってね、書いて、このレモン堂が置かれてたんで、1本持って帰ってきました。誰か知らないですけど、ありがとうございます。はい、歩いて帰ってきたんですけど、今日は初めて2万歩超えました。で、今までね、散歩で、梅田まで行くっていうことはあったんですけど、帰りがしんどくてね、いつも電車で帰ってきてたんですよ。それがついに今日ね、歩いて帰ってこれるようになりました。いやー、これもね、日々の積み上げの成果ですね。いや、でもほんまね、散歩するようになってから、旅とか行ってもね、足とか全然痛くならなくなったんですよね。今から久しぶりに整骨院に行ってきます。日が暮れてめっちゃ寒なってきたし、整骨院行こうと思ったんですけどね、人が多すぎたんでやめました。なのでスーパーだけ行ってきましたね。で、これ先週買ったね、ナノバッグっていうエコバッグなんですけど、いやこれマジでめっちゃいいですね。このね、持ち手のとこめっちゃ広いじゃないですか。で、肩にすごいかけやすい。で、収納もすごい楽やし、もう軽いしコンパクトやしっていうので、いやこれはマジでいいですね。今日はね、ちょっと鶏肉も入れてみました。というわけで、たっけーす。うまい、やっぱり鶏肉の方が好きやな。おはようございます。ああ、寝たいわ、もっと。今日めちゃくちゃ曇りやな。今から仕事行ってきます。そういえば今日からね、3月なんですよね。もうマジで1月2月早かったわ。もうあっという間にね、夏になって、夏もすぐ終わるんやろな。しんどい、階段しんどいぞ。仕事が終わりました。今ね、雨降ってるんで、ついにこれを使う時が来ましたね。このぐらいの雨やったらもう全然これでこと足りんな。
はい、帰ってきました。今ね、ちょっと折りたたみ傘かけて乾かしてます。僕今日ね、あの雨って知らなかったんですけど、これね、もう常にカバンに入れておくことにしたんで、いや早速ね、まあいい感じに使えましたね。ただやっぱりね、あの大きさが50センチなんでね、まあ、風が強い時は厳しいかなと思います。まあ、明らかに雨の時はね、もうこっちの70センチの傘を使うっていう感じですね。あー、うまい、最高や。眠たい。ナビの色違いが全く生まれない。おはようございます。今から歯医者に行ってきます。マジで寝そうやった。てかもう半分ぐらい寝てたわ。いや、刺身定食ね、めっちゃうまかったです。さっき行った店ね、スタンド富士っていう店で、先月も行ったんですけど、海鮮丼よりも、刺身定食の方がね、満足度高いですね。はい、梅田に来ました。今からね、ちょっとニキビ跡の治療に行ってきます。まあ、今日2回目ですね。はい、終わりました。じゃあ今から帰るわ。まあ、なんかヨドバシとかおったらマジで無限に折れる気がするわ。こんにちは。整骨院行ってました。じゃあ寝てた。
ご飯を作ったのに全然お腹空いてないねんけど、どうしよう、もうちょい待つか。全然食欲ない今。そろそろご飯食べようと思うんですけど、汁がめちゃめちゃ減ってもうてます。やばい、もうなんか最近バグレベルの疲労感があって、もう今日バチコリと寝てた。なんか何もしたくない病やねんなマジで今。全然色違い生まれへんやん。今日の一食目です。はい、ようやく行動したいと思います。まあ言うてもご飯食うだけなんですけどね、マジで虚無状態やねんけど、ほんまに何もできん。いやでも今日めっちゃ寝たんで、まあ、ちょっと回復した気はする。いやほんまに昨日とかもほんまにやばくて、まあ、体が重たすぎるんですよね。かなり軽い充電器がクラウドファンディングやってたんで支援しました。いやこれかなりいいやろ、アンカーの充電器よりも 30g ぐらい軽い。はい、風呂入ってました。いや実はね、昨日風呂入ってなかったんですよね。でもほんまに動く気にならんくて、いやなんなんやろこれ。おはようございます。これがもしかしたら今季最後の鍋かもしれない。まあ、昨日作ったご飯の残りがあったんで、まあ、このおにぎりと、味噌汁食べたいと思います。はい、今からね、ちょっとまあ図書館でも行こうかなと思います。郵便受け見たら荷物が届いてました。来たー、ブラッキーの AirPods Pro ケース。 AirPods をね、裸で使ってるとやっぱね、こんな感じで落としたりしてね、もう傷だらけになっていくんですよね。はい、そろそろ寒くなってきたんでね、まあ、帰ろうかなと思います。まあ、動画編集はね、まあ、ほぼ終わりました。で、図書館でね、まあ、たまたま視聴者の方にお会いしたんですけど、ボイシーを聞いてますって言われたの初めてだったんで、いやびっくりしましたね。いや外がもうバグレベルで寒くなってるわ。今日はマロニーちゃん食べたいと思います。箱変わってるやん。アイウォークを買い直しました。この前ね、小浜島行った時に帰りの船でね、これ多分なくしたんですよ。まあ、ちなみにこれ今回買うの3回目。まあ、そのぐらいね、これやっぱ使いやすいんですよね。これモバイルバッテリーなんですけど、マイフォンに直接挿して使えるんで、まあ、すごい良くてね。もう僕これね、4年近く使ってるんですよね。確か2018年の夏ぐらいから使ってるんで、もう4年近く使ってますね。これちょっと変わってるわ。なんかここちょ、ライトニングのここ出てて、ケースつけてても干渉しにくいようになってるのと、あと一番の変化、これ、ここライトニングやったのに USB-C に変わってる。まあ、ということは、パソコンの充電器に挿しながら充電ができますね。手上げれたっけーす。マロニうまい。マロニうまいけど、まあ、こういう鍋より水炊きの方がうまいわ。ポン酢とかでな。今日はちょっと肉が多すぎたわ。
暑い、汗が吹き出てるわ。おはようございます。全然寝れんかった。でも寝れたのがもうめっちゃ遅くて、もう朝方ぐらいやった気がする。ああ寝たい。でも起きる。なんとですね、今大阪の気温が16度もありますということで、ありがとうございます。いやもう16度あるならもうこれ履かへんわ、ね、このズボンの下にこのタイツみたいなの履いてるんですけど、いやもう正直ね、もうこれあんま着たくないんですよね。これを着るとやっぱその窮屈感を感じるというか、なんか足がずっとね緊張状態になってる気がするんですよ。これなしでした。散歩行くわ。はい、軽く散歩行きます。今日なんかやたら人多い気がすんな。なんかイベントあんのかな、京セラで。はい、今日ね、まあなんかやたら人多いなと思ったら、あのカンコレがあるらしいです、まあ、だからなんか女性が多いわけですね。やばい、人多すぎてこう通られへんや。太陽出てるとマジであったかい。神やわ。太陽ではない、神だ。それはどうかな。会話OK。 明日の動画アップ完了や。ここ最近はちょっとペースが乱れしてね、まあ、日曜に動画編集を終わらせるってことはできてなかったんですけど、また明日からねちょっとサイクルを戻していきたいと思います。さあというわけで今週もそろそろ終わろうと思うんですけど、ここ最近はねあの虚無感が半端なくて、まあ、全然なんか何もできてないんですけど、まあ、止まない雨はないんでね、まあ、ほっといたら元気になるかなと思います。いや、あったかくなったら間違いなく元気になりますよ。まあ、あったかくなるまでね、まあ、なんとか乗り切りたいと思います。というわけで今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。